これより後半戦に入ります。プレーナンバー3-1愛知キックオフ、キッカー10番佐藤建設リターン。佐藤建設陣25ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー3-2佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣24ヤード。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤードバッタイシーファーストダウン、やり直しです。プレーナンバー3-3佐藤建設ファーストダウン15、ボールオン自陣19ヤード。中央へのランプレー、キャリア9番、ゲインは約5ヤード。プレーナンバー3-4佐藤建設セカンドダウン10、ボールオン自陣24ヤード。ナイスラン、ファーストラン。ランニバック2番、ハンドオフから左をフタックル付近を駆け上がり、大きく前進、ファーストラン。プレーナンバー3-5佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣46ヤード。不成功。クォーターバック15番パスを投じましたが、このパスはカットされ、パス不成功です。プレーナンバー3-6佐藤建設自陣46ヤードからセカンドダウン10、ナイスです。何枠にはハンドオフから左オープン展開狙いましたが、これは愛知がアジャストし大きくロス。プレーナンバー3-7佐藤建設相手陣42ヤード失礼自陣42ヤードからサーダウン14。
ここで佐藤建設クイックパント、攻撃のフォーメーションからのパントを行う奇襲を行いました。愛知はリターンができず、パントしたボールは愛知陣15ヤード付近でボールデッド。ここで攻守交代です。プレーナンバー3-8、愛知自陣15ヤードからファーストダウン10。ランニングバック35番、オプションプレーのピッチを受け右オープン展開。ゲインは約1ヤード。プレーナンバー3-9、愛知セカンドダウン8、ボールオン自陣18ヤード。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック8番ワイドレシーバー18番にパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー3-10、愛知自陣28ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ランニング枠35番、オプションプレーのピッチを受け左オープン展開。相手タックルをかわしながら左オープンを独走。ファーストダウン。プレーナンバー3-11、愛知相手陣39ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック8番プレッシャー浴びながら右に流れて11番のロングパス、しかしオーバースロー、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー3-12、愛知相手陣39ヤードからセカンドダウン10。ランニング枠35番、オプションプレーのピッチを受け右オープン展開。約8ヤードのゲイン。ここでウォーターブレイクです。
レフリータイムアウト、ウォーターブレイクをやります。プレーナンバー3の13愛知相手陣32ヤードからサーダウン3。パス成功、ファースター。クォーターバック8番、ワイドレシーバー17番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の14、愛知相手陣22ヤードからファーストダウン点。成功。クォーターバック8番、オプションフェイクのパス、ターゲット11番、これをキャッチし約8ヤードのゲイン。プレーナンバー3の15、愛知相手陣14ヤードからセカンドダウン2。前半残り失礼、第3クォーター残り時間は3分50秒を切りました。タッチダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー18番にパス、18番これをキャッチし、キャッチアンドランでエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。愛知6点獲得。プレーナンバー3の16、愛知トライ4ポイント。キックによる1点となります。キッカー10番。キック成功、1点追加。愛知ゴールデンウィングス10点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点。プレーナンバー3の17、愛知キックオフ。先ほど得点を挙げた愛知のキックオフで試合再開です。キッカー10番。スクイブキック。
はい、佐藤建設リターン。佐藤建設陣30ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー3の18、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣28ヤード。ナイスディフェンス。中央へのランプレーを敢行しました佐藤建設、キャリア9番、しかしこれを愛知がアジャストし、約2ヤードロス。プレーナンバー3の19、佐藤建設セカンドダウン12、ボールオン自陣26ヤード。ナイスラン。なにわ9番、ドロープレーにより中央突破。相手タックルを振りほどきながらゲインし、約10ヤードのゲイン。プレーナンバー3の20、佐藤建設サードダウン3、ボールオン自陣35ヤード。ここでボールをファンブル。クォーターバック15番パスを投じようとしましたが、これを愛知がキュービーサック。その際にボールをファンブルしましたが、かろうじて自分たちへ抑えております。しかし大きく後退、フォースダウンに変わります。プレーナンバー3の21、佐藤建設フォースダウン12、パントフォーメーションを選択。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でパントを蹴りました。5ヤードバッタイシーフォースダウン、やり直しです。プレーナンバー3の22、佐藤建設自陣19ヤードからフォースダウン17、パントフォーメーション選択。パンター15番。このパントは自陣を出せず、ハーフウェイ付近で攻守交代です。
プレーナンバー3-23愛知相手陣48ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック8番右スプリントアウトからパスを投じましたがパスを投げ捨てました。セカンダウンに変わります。プレーナンバー3-24愛知相手陣48ヤードからセカンダウン点。愛知再びパスでしたがプレッシャーを浴びパスを投げ捨てました。サードダウンに変わります。プレーナンバー3-25愛知相手陣48ヤードからサードダウン点。不成功。クォーターバック8番ワイドレシーバー19番へのパスでしたがこのパスはキャッチミス。フォースダウンに変わります。レフリータイムアウト。オフェンス勝者のためのレフリータイムアウト。プレーナンバー3-26愛知フォースダウン10パントフォーメーションを選択。パンター53番。このパントは佐藤建設陣15ヤード付近でボールデッド。攻守交代です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして愛知ゴールデンウィングス10点、�佐藤建設スタンディングベアーズ0点。攻守方向入れ替わり第4クォーターに移ります。クォーターダイブ。